私はただいま紹介いただきました日本共産党の参議院比例代表の予定候補者辻元美です。今日はお隣東京では 東京都議会議員選挙の投票日を迎えておりますが、7月になれば今度は参議院選挙です。日本の行く末、私たちの暮らしと未来を決める参議院選挙、どうか皆さんの願い、日本共産党へとお寄せくださいますこと、まず最初にお願い申し上げます。皆さん、私からは憲法と平和の問題についてお話をさせていただきます。今日6月23日は68年前、沖縄であの激しい地上戦、先の太平洋戦争で唯一民間人を大きく巻き込んで激しい地上戦が使われた沖縄の戦いが終わったとされている日です。今日は正午から沖縄では慰霊の日として安倍首相も参加をして平和記念式典が行われました。皆さん、この式典に史上初めて外務大臣と防衛大臣が参加をしました。またアメリカのルース駐日大使も戦後50周年の時から18年ぶりに2回目の参加をしております。皆さん、これはどういうことでしょうか。安倍首相は記念式典で引き続き沖縄のこれを訴えたそうですけれども、やはりオスプレイの配備や県外に移設すると言っていたものの、結局アメリカの圧力に負けて沖縄の辺野古に移設をする、こういった基地の押し付け、そして沖縄県民にこれを我慢して飲み込んでもらうためのパフォーマンスとしか言えません。そして何よりもこの安倍自公政権は今回の総選挙で憲法を変えよう、こういったことを高らかと叫び公約にも掲げております。自民党が出しております日本国憲法の改憲草案、この草案では今まで日本の平和を守り、そして世界の平和に貢献してきた日本国憲法の第9条、先ほど言いました沖縄戦、20万人以上の方が亡くなりました。この悲惨な経験を二度と繰り返さないためにも、と誓った憲法9条を変えて、自衛隊ではなく国防軍を持ち、日本が海外でアメリカなどと一緒に堂々と戦争ができる、そういう国に変えていこうとしているんです。そしてこともあろうに、その改憲をやりやすくするために、まず96条憲法を変える手続きですね、国会衆参両議員で3分の2ずつ賛成を取らなければいけないとなっているところを2分の1でいい、つまり普通の法律と全く同じ賛成で憲法を変えることを国民に問うことができる、こんな姑息な手段を取ろうとしています。皆さん、これには今大きな怒りが広がっています。憲法9条を変えることはもとより、この今まで憲法9条を変えても構わないと、むしろ変えて軍隊を持とうと言っていた人たちの中からも、96条を変えて改憲の手続きを簡単にすることは危険すぎる、許せない、こういうことがあっています。またこれと合わせて、もともと憲法9条を守ろう、平和憲法を守ろうとずっと戦後頑張ってきた多くの皆さん、多くの皆さんの平和の思いが今合わさって、この安倍自公政権の危険な動きに対して大きな声を上げ始めています。そして皆さん、このような憲法を変えて戦争できる国にしていこうという国づくり、この根底には過去の侵略戦争への反省を亡き者にして、そしてこの侵略戦争の歴史的な評価までも歪めたり、さらには日本維新の会の橋本共同代表の発言にもあるような、この従軍慰安婦の問題もなかったものにしよう、そういうような歴史観、そして
人間を、女性を、男性をも蔑視するこの歴史観、こういったものが根底にあると思います。こういった人たちに今の日本の政治を任せて、そして私たちの行く末を決めるこの日本国憲法を変えさせていいんでしょうか。私にも小学3年生と5歳の子供たちがおります。この子供たちが大人になって戦争に向かわされる、または戦争に巻き込まれる、そういったようなことがある、そんなことは想像しても本当に許すことができません。多くの皆さんも同じ気持ちではないでしょうか。皆さん、今日6月23日この沖縄慰霊の日に、ぜひ皆さんが心を一つにして、この過去の戦争、68年前の戦争を思い起こし、そして二度とこの戦争をしてはいけない、こういった思いで沖縄県民の皆さんとも団結をして、この平和を守れの声を上げていこうではありませんか。そしてその声はぜひ来月に迫った参議院選挙で日本共産党へとお寄せください。第三極と呼ばれていますみんなの党や日本維新の会、そして民主党なども、憲法を変えていこうという流れでは同じです。今憲法を守り、平和を守り抜こう、こういった戦い抜けるのは日本共産党だけです。日本共産党は今年で創立91周年、戦前の暗黒時代から侵略戦争反対、主権在民を訴え、平和を貫き通してきたぶれない政党です。ですからこそ皆さんの声受け止めて一緒に頑張り抜くことができます。昨日今日できてすぐになくなってしまうような政党、理念や政策投げ捨てて政権に就くためにあちこちと離合を集散する政党、そしてその政党を渡り歩いてこともあろうか、前回の選挙と違うところから平気な顔して立候補する、そういった候補者たちとはわけが違います。ぜひ皆さんの願い、日本共産党と埼玉選挙区では伊藤岳さんにお寄せくださることを最後にお願いして、私からの訴えを終わりたいと思います。長い時間ありがとうございました。